白岩城は、出羽国村山郡佐賀井城白岩にあった城である。白岩の地は、佐賀江川上流に、大江広本総平吉川の地を経て、庄内と接し、佐賀江川戦場地の上流と下流を分かつ用地であった。柴金頼との争いで、父、大江元泉を失った時持ちは、南北朝の騒乱に備えて、佐賀井荘を小屋兄弟に分割して城や盾を築かせ、 白岩の地には、着南、溝信茂信の子、正宏を排した。白岩氏は四代、白岩光峠を、溝、遠氏から迎えると、両者は、関係を強めながら、次第に自立性を高め両試験を拡大するが、戦国時代末期佐賀市滅亡と前後して、最上氏に下り松根光弘を養子として迎えた。京長では合戦では、省内から六十里、 腰街道を経て侵入した死も秀久に攻め落とされた。源那八年もがみ氏が海域になると、白岩には旗本、堺忠主家が入った。しかし忠主家は火星を敷き、寒栄十年には白岩領の農民が一揆を起こして、江戸奉行所に訴える事態となった。これが原因となり、寛永十五年に堺忠主家は海域された。その後、白岩遼は、 幕府領となり、大寒の支配下に置かれた。葉山山陸の南端、標高150メートルから220メートルの丘陵地に位置し、上域東西600メートル、南北450メートルの方径の区域に5つの縦を有する山城であった。北側東側には、実際川が流れ天然の溶害であり、南側に3つの湖高を有していた。東海山を中とし、 北、東に、実沢川が、天然の堀を形成し、南は、植立山、八幡立、西は複合格形式の新立で防御した。植立山は、標高210メートルの独立給料場に廃され、物見を兼ねた。八幡立は、標高165メートル、東西250メートル、南北80メートルの、大地を形成し、六十里、腰街道を抑える役割を果たした。 白岩市も神市坂井市、佐賀江市市場官 P748、佐賀市市場官 P579、ABCDE 山形県教育委員会1996、ピアニッシも113から117。ありがとうございます。